ウェイヨー、どうも、かけまるです。はい、本日は社長さんがずっとやりたいという企画です。はい、わかりますか？何かわかりないです。大丈夫ですか？はい、ということで、本日の企画は夏木おー。なるほど、やりたかったでしょ。30万人突破したということで、まあ、このタイミングでね、夏木王をやって、夏木を誰が一番知ってるかっていうのを撮りたいと思います。で、2人で、本日さ、2人だとできないでしょ。はい、できないでしょ。できないでしょ、うん、なんで、僕の友達連れてきました。友達と友達いるよ。ということで、友達来てください。はい、しょ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 、すごいすごいすごい。はい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 。だって多分ね、視聴者の方ってみんな驚いてる。やばいこいつ。確かに、もうなんで服着てんのって驚いてる。確かに、なんでね。皆さん知ってる方もいると思うんですけど、4人乗りなんですよね。はいはい、4人乗りね、現在チャンネル登録20万人行くまでこの格好で生活してます。はい、すごいすごいすごい。これ非常に行かないとまずい。まずい。いやいやいや、服全部ないんでしょ。ほんと、服ちゃんと売った。全部売った。しっかり今日ここ来るまでこれできたんでしょ。そう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 。イエス。やばいね、やばいね。友達やめる。ふざけんだお前。そのちょ、皆さんね、余裕乗り20万人いってほしいんで、皆さんチャンネル登録だけ。じゃあ、ほんとだよ。お願いします。マジで。じゃあ、しかも夏希なんですけど、はい、夏希のこと知ってる。お前なめんだよ。全然なめんだよ、俺の夏希の知識。バカ野郎、ゴロだ。ダメとこシータ、ダメとこシータ。はい、今日は会って3回目ぐらい。はい、でも結構相馬とか DM で話してる。おマジ？なんかまた衝撃の話してる。マジで。それはお前もやってる。お前もやってるよ。何話してる？なんかうちがストーリーとかにハゲみたいな。こっち安心なの？普通に喧嘩。ぶっ壊すみたいな。ずっと喧嘩してる。しかもさ、俺がさ、相馬を撮ってストーリー、俺のアカウントで上げたやつもハゲってくる。一番好きなの結局。別に。あ、別にやん。怖い。ということで、本日は4人乗りと僕で対決で、夏木を誰が一番知ってるのかを対決していきたいと思います。はい。で、僕今日負けたら、1年間芸能人生活します。うわぁ。お前、ガチ言ったな。言った。絶対負けない。まあまあ、でもそれはそう。じゃあそれ負けたらやばい。言ったぞ、マジ今。じゃあ、もう覚悟は覚悟や。まあ、最悪カットできるし。こいつやったな。もう要所要所言うからな。ではね、夏希をやっていきたいと思います。はい、それではやっていきます。ショーショー。かけまる4人乗りは2組。はい、で、俺1で、はい、合計3組でやっていきます。はい、それ8だよ。あ、ねえ、ちょっと嘘だな。いや、まあだからあれだよ、美容系 YouTuber 的な。あれだよ、そうだね。こうやるやん、やるやん。ちゃんとつけてたぞ。でも今日は原始人 A、 原始人 B、 原始人 C、 原始人 D。 潰すって。ダメとこシータ、ダメとこシータ。はい、今日うちの質問答えられねえやついる？うちのこと答えるのひよってるやついる？ジオル可愛いね、ネックレス。やめてやめて。今なんで今。いや、今ちょっと俺アピールして今ので1ポイント入った。入った。よっしゃー。え、いいよ。え、なんでやねん、やめて。しゃー。でも、今日髪型調子いいね。うん、ありがとう、1ポイント。あー、2ポイントだぜ。オッケー、きた。愛してる、愛してるよ。いきまーす。いいなー。やっぱこれは求めてた、俺は。ほんとに止まるっぽいね。じゃあ、私が小学校で1ヶ月だけやった習い事があるんですけど、その習い事は何ですか？ちょっと待って、ちょっと待って、はぁって言ったよ、普通に。お前知らん知らん知らん。え、こういう。いや、でも話したことあるよ。いや、ちょっと分かる。俺分かった。俺テンプレ攻めるわ。スポーツ、ちなみに。あ、ちなみにスポーツだ。なるほど。1ヶ月しかやってない。結構ガチャってます。え、水泳。いや、これマジ普通に。それだ。よっしゃー。やったー。やばい、すげー。すげー。これは、これは、あなたは何出す。うわー、ほんとに恥ずかしいわ。恥ずかしいわ。
これで水泳でもなかった場合を。やばい、一番逃げない。そうだな。社長、一応答えお願いします。正解は柔道でした。こいつ、どう処理する、マジで。どう処理する、本当に。水泳じゃないっけ。やってない。うち泳げないって言ったじゃん。柔道を出してたっていうの。柔道やった、結構。いや、本当に。いや、そんな話した。したよ、100キロの人投げたよっていう話。もう、すごすぎる。逆らえねえわ、じゃあ。いきます。はい。私が高校時代にあだ名があったんですけど、そのあだ名を当ててほしいんです。ちょっとヒントを与えます。私は高校時代フットサルをやってて、外の部活だったんでめっちゃ黒かったんです。あ、なるほど。その黒い私についたあだ名は何でしょう。はい、ウィル・スミス。むずいかもしれない、全然。じゃあ後ろから。はい、ダース・ベイダー。これはだけ顔9割でこれにしたらしい。俺は違う、俺は反対しました。普通に俺は本当にめっちゃ馬鹿にされてる。うん、いや、まあ、じゃあ俺ら、まあ、岡だね、これは。そうだね。はい、モアイ。これ似てるんじゃない。これも失礼よ。超写真でやってる。なんで黒いね。モアイ、モアイ、肌色だよね。うん、俺に言われた。灰色な、灰色な、石な。灰色だし、俺に言われても。じゃあもう俺も絶対正解できます。正解。あ、確かに。これもね、多分正解。有名なんだろうね。黒まんじゅう。はぁ、そうだね。正解は、はい、声でした。おいしい。さっき出たから絶対出ると思ったのに。いやいや、お声類すぎる。うわ、そっか、世代的なお声だもん。だって。はい、続いて、私が今一番欲しいものは何でしょう。うわ、いいね。そういうシンプルなものを求めてました。ヒントは、家にあるものです。家にあるもの。結構高いです。結構高い。いや、これヒントやな。なんか楽しいね、これ。じゃあ、よしおから。はい。これ、ヨギボあるんだよ。ダメだ。あったわ。ヨギボという名の洗濯機。はい、俺自信ある。カビゴンの巨大ぬいぐるみ。何それ、おもろくねえの。いらんわ。おもろくねえ。最近だってカビゴンぐらいでっかいクマさんのぬいぐるみ買ったよ。なんでやねん。じゃあもうや、お前が。俺はもうこれ絶対当たり。そうよ。ペット、犬ね。犬ちゃう、これなんか言ってんだけど。カビゴ犬ちゃう。ダメとこシータ、ダメとこシータ。あ、原子要素、トイプードル。柴犬でしょ。マメシマ、マルプ、マルプ。あ、マルチプードルね。関係すんの。いやー、これはさすが。マジでおもろいよ。おもろい。やったー。マルチプードルやった。ラフォルトルだった。一回でしょ。本当に何ポイント今。合計。なんで今やるんだよ。まあ、いいぞ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 。おもろかったもんね。じゃあ、210って。なんで俺が一番低いんだ。そうだよ。頑張るぞ。いきますよ。私が生まれ変わったらなりたいものは何でしょう。社長みたいな感じ。あ、職、役職っていうか。あ、ポジション。ポジションになりたい。なるほど。立場、なるほどね。社長だったらどこの社長とかそういうこと。これは来た。やっと1ポイントもらえる時代が来た。ね、これ来たね。サービス問題でしょ。吉尾君から行きましょう。はい、行きます。3代目のマネージャー。はい。これあるあるぞ、絶対に。だからサービス問題よ。俺らでも分かるっていう。で、そのまま。ちょっとごめん。プロ野球選手。いや、もうふざけた。吉尾君、ちょっと甘いです。ガンちゃんのマネージャー。社長、答えお願いします。ガンちゃんのお嫁さん。え、お嫁さん。じゃあ仮に今ガンちゃんからプロポーズされたらどう。結婚する。え、
っていう話を朝もしてる。それはもうマジで行くんだけど、ガンちゃんにされる前に俺がすればいいでしょ。そうそう、結婚式来てな。行きます。はいはい。私の憧れの YouTuber は誰でしょう。あ、いいね、そういうの。あ、憧れね。あ、いやでもこれは結構有利になっちゃう。ね、俺多分有利かもね。だって多分見てるよね。見てる。憧れだから。もちろん見てるよね。なるほど。じゃあ美容系か。いや俺美容系結構見るからね。本当に？うん。それで？それで。それで？あー。おもろすぎるだろ。めっちゃすごい。検察側ならもうこいつ終わってんだ。次こそは絶対正解する。これか。え、でも推しじゃないからね。憧れだから。古川優香さん。うおー。あー、なるほどね。いきます。福レナさん。おー、これはもう判断。もう判断。ちょっと本当に申し訳ないわ。今回は申し訳ない。美空ひばり、ジュリアちゃん。誰？普通同じ事務所のジュリアちゃん。だからその事務所に入ったのか。絶対そうやん。社長お願いします、答え。正解はジュリアちゃん。いやいやー、でも考えれば分かるんだよ。考えれば分かったわ、これは。じゃあちょっと4人乗りにサービス問題。うわー、ありがたいな。私はあのコムドットのヒューガくんが大好きなんですけど、はいはい、私がヒューガくんの好きなところはどこでしょう。全然結構具体的に、まあ、ここが好きってとこ。いけそうな気がするよ。いけそうな気がする。いや、これは4人乗りに正解してほしい。ヒューガくんのいいとこ一番知ってると思う。はい、わかりました。じゃあ、よしよ。まあまあ男らしい行きましょう、こっちは。はい、なるほど。じゃあまあ同じだな、男前なとこ。はい。友達、親を大切にすること。社長お願いします。答えは。ちょっとショックだよ。ええ分かるじゃん。全部。ちょっと待って、ちょっと待って。ちょっと待って。僕も参加するで、すんね。普通参加するで。うわ、手出そう。マジか。まあ、分かるな。おさそうだよ、なーちゃんもそうだよ。じゃあ、いきますね。はい。私の彼氏、かっくんの好きなところはどこでしょう。もうそらそらそら、この流れでしょ。うちがよく触るね。V ちっちどうにかでさー、みんなが思ったこと口に出すなよ、お前。今見えてる部分だな。え、なに露出してる。今見えてる。見えてるよ、めっちゃ見えてる。じゃあ、紹介いこう。はい。これね、俺もちょっと思った。手。うん。手、触るみたいな。はい、結構ある。木で。手首。あー、手首ね。細かい。僕はですね、歯。いや、それ思った。歯は歯を切れば。歯を切れば。歯、触る？コンコンコンって毎回やってくれるから。え？そうなの？一応答え確認してるよ。歯です。コンコンコンって前はめっちゃやってくる。いや、引くわ。一回やったら分かる、楽しいか。え、マジちょっと待ってみ、一回。どう楽しいわ。お前だよ、お前。お前見た、ちょっと出てる。キモい。すごい、さすが。いや、俺すごいね。じゃあ続いて、はい、私が考える浮気の定義はどこからでしょう。なるほど、ね、これをしたら浮気だよって。なるほどね。なんだろうね。よし、これ自社。よし、これから行こう。あ、これ自社です。はい、もうこれです。隠し事です。はい、隠し事したらね。いや、違う。隠し事したらもうそれはね、多分答えには入れてこない。当たり前だから言ってみた。言ってみ。普通にアッセックス。お前バカ、お前バカ、バカバカ。マイナス1。あやっぱあの嫁さんは結構名義なんですよ、めちゃめちゃ。うん、待って、ちょっと嫁じゃないんだけど。あ、彼女ね。彼女ね。そうだね。めちゃめちゃ名義なんで、目があった。おお。まあ女帝やからな。一番の女性と目があったらお願いします。答え。触れたら。ああ。ラストの問題になります。一回ポイント制でしょ。はい、3ポイント。1ポイントになりました。ゼロですね。最後の問題ということで、はい、大逆転のチャンスです。はい、最後の問題、3億ポイントになります。私が
ば誰でしょう。これヒューガ君以外でお願いします。うわー、可愛い顔。顔だけでしょ。なんだろうな、可愛い系です。犬っぽい。犬っぽい。そう、ヒューガ君も可愛いからね。ヒントは関西の人です。勝った。いや、わかった。なんか最後、かっくんですみたいなオチだったらな。そういう感想は、そういう感想は。じゃあ吉岡に行きます。はい、すいません、このてっちゃんでいきましょう。はいはい、はい、ここもレイクのてっちゃんです。はい、ありがとうございました。てっちゃんです。お前さ、お願いします。てっちゃんです。やばい、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 やばい。はい、ということで以上、夏希王でした。お願いします。優勝ということで、はい、いや、原始人生活したかった。こいつやばいっすね。まあ、お前言ってましたしないで。3問しか合ってねえけど、まあ、普通に考えて。マジで、もっと合うと思った。結構むずかった。むずかったよね。いや、むずい。まあ、俺らさ、難しい当然だけど、だってなんかさ、言ってたよ、4年間生きてたら、全問正解みたいな。ね、結構ギリだったで。いや、ちょっとマジで見損なった。あ、本当。結構うち会話してるつもりだったんだけど。ぶち切れちゃうね。分かった分かった。じゃあかける方取ればいいんじゃない。かける方取って、なんていうか、かける方は再生取れない。なんちゃんポイント取れても再生取れない。どうしやるってなったらまた呼んでやじゃん。そうだよ、確かに。ありがとうございました。ありがとうございました、本当に。ということで、この動画がいいなと思ったらぜひグッドボタン、コメント、チャンネル登録、そしてインスタとツイッターのフォロー、TikTok にもなってるかも、ぜひよろしくお願いします。ありがとうございます。で、4人の人のコラボ動画も上がってるので、ぜひチェックしてみてください。はい、お願いします。20万人、絶対行こう。やっと行こう。はい、服着てほしい。いや、早い、早い、そうだね。皆さんお願いします。お願いします。いや、もうおしゃれして遊びたいから。そうだよ。デートもそれで行くの。あ、そうだよ。デートしないか。おい、おい、おい、バカにすんの。あるぞ。ある、全然行ける、全然行けるね。あるぞ。いや、次会う時はさ、ちゃんと服着ててほしい。いや、マジです。そうだ。まあ、来週だから、まあ、そう、来週やべ。来週まで20万に行こうぜ。あー、よしよしよし。ということで、次の動画はみんな、バイバーイ。バイバーイ。